斉藤兵庫県知事が失職してて脳死の選挙なんですが、うん、高橋さんが以前予告していたちょっとなんかあるぞっていうのちょっとなんかあるぞ、はい、ぜひ教えていただきたいなと。わ、はい、かりました。はい、まあ、その前にね、はい、スケジュールがどうなってるかだけをちょっと先に言っておきますとね、はい、ね、10月31日に告示、はい、うん、11月17日に兵庫県知事選挙という日程みたいですね。はいはい、衆議院の総選挙とは、はい、ダブってないですね。そうですね。だから、まあ、10月31日に告示だから、はいはい、衆議院選挙終わった後っていうことにはなりますね。そうですね。はい、トリビアみたいな話なんだけど、はい、衆議院の総選挙は実は公示っていう言い方をする、ね。そうですね。地方の、はい、選挙については告示って言うんだけど、はい、それはなぜかっていうと、はい、公示っていうのは公に示すって言うんだけど、はい、これは天皇の告示行為っていうのに基づいて行われるやつを公示というわけ。告示行為なのに公示と言ってね、はい、でそれ以外のものを告示と言うんだから、うん、ちょっと巻き出しいんだよね。まあ、天皇の告示行為っていうのは漢字が違うんだけどね。衆議院参議院も補欠選挙っていうのは実はこれは告示という言い方をするんだよね。はいはいはい、あと地方選挙については告示という言い方をするんです。はい、で告示って言うんだけど天皇の告示行為じゃないっていうことはちょっと覚えておいた方がいいですよ。これちょっとずれるんだけどね。そうです、うん。はい。間違いやすいやつですもんね。すごい間違いやすい。公示と告示もよく間違って、はい、選挙についてはこういう仕切りがあるの、はい。普通の一般の用語ではね、まあどっち使ってもね、あんまり大した違いはないですけどね。うん、まあ特に役人なんかだとね、これ結構間違うと、ものすごく言われるから、ね、間違いだよって言って、大変なんですけど、はい、ということがありました。兵庫県知事選、はい、ああいう形で斉藤さんお辞めになってね、ごく、ね、一般の人っていうのは、パワハラおねだりで辞めたんだろう。はい、で、パワハラおねだりがひどかったって、それで百条委員会ができて、はい、でパワハラおねだりをもう連日、ワイドショーでずっとやってたよね。した、はい。でもちょっと不思議と思わないのかな。パワハラおねだりのエビデンスっていう、普通はテープとか必ず出るんだけどね。ああ、証拠。あ、はい、何にも出ない。うん、これで結果的には、その職員のアンケート。そうです、ね。っていうので、はい、やったんだろ、やったんだろ。やってません、やってません。それと、あと、おねだりの方は、企業の方からも、はい、そんなのないですよって出てきてる。でも、一方、ワイドフッションの方を責めるのは、はい、こういうことをパワハラあったから、職員が亡くなった。あ、はい、そこがポイントなんだよね。はい、それについても、まあ、ね、斉藤さんは、はい、もう一貫として、否定してると、はい、そうですね。そこはなんかあるんじゃないのと。私なんかちょっと思っちゃったわけよね。そう。それで、こういう、この手の話し合うときに、はい、まあ、職員のね、はい、パソコンっていうのがあって、これは備品なんですよ。あ、はい、だから、これは、実は役所の所有物だからね、はい、来ても、公務に使うってことだから、全部調べられるんですよ。うんうんうん、で、その、どうもこのパソコンの、職員の持ってたパソコンの中身について話が全然出てこないんです。確かに。これは不思議なんです。うん、それで、なんか、よく言われてるんだとね、はい、それはプライバシーに関するって、でも役所の公務で使ってるんだから、プライバシーはないんですよ。そうですね。逆に言うと、そこから追随できるのは、はい、公務に使ってなかった可能性が高いんだよね。あ、プライベートで公務をする、うん。うん、一緒に入れちゃってね。あ、なるほど。公開するのはね、はい、プライバシーに、反するとかね、はい。そういう理由みたいなんですけどね。私が取材したわけでもないんだけど、私は結構、知り合い結構いるから、はい、さらって聞いてみると、私記者じゃないから、はい、結構軽く言ってくれる人もいてね。あ、そうなんですね。うん、職員の間のね、はい、まあ、スキャンダラスな話が、うん、そこにあったと。ほう。いうことらしいわけ。でもそれは噂だからね、はい、よくわかんなかったんだけど、はい、ちょっと聞いてびっくりしちゃったのは、総務省の方の幹部。はい、うん、幹部ってペーペーじゃない、私は聞いてくるくらいだからね、はい、ペーペーじゃない人もいや、そうそうなんだということらしいんだよ。そういうことを前提に考えると、はい、斉藤さんがずっと鋼の、ね、ハートだとか言われてたんだけど、はいはい、本当はそうじゃなくてね、はい、自分はそういう変なことをしてないと、はいはい、いうのがあったから、はい、だから頑張れ
切ったんじゃないかなっていうふうなところがありますね。総務省官僚だからね、はい、もう万能感が満ちててね、はい、絶対間違ってないんだと思い込んでやってるかもしれないんだって、はいはい、だけど、それが今のこの噂の話ね、はい、スキャンダルの話と照らし合わせると、はい、自分のパワハラはなかった。亡くなられたってこともなかったっていうふうに思い込んでたら、それはそれで、辻褄も合うんですよ。うん、で、こういう話するとね、他の職員の人も亡くなった人いるでしょって言うけれど、はいはい、あのくらい大きい組織ですと、件数結構あるんです、組織とか。うん。そうなんです。だそれはそれ因果関係はなかなか結び、はい、証明しづらいんだけど、はい、結構、件数としてはそこそこあるんですよね。そうすると、一件ぐらいだと、たまたまっていう説明もできちゃうかなと思うんだよね。雇用 PC の中のデータなり内容がね、はいはい、もし私の推測が当たっていれば、うん、これは選挙の前とか選挙の期間中にこの内容がどっかにリークされるはずですよね。はい、そうじゃないと、ちょっと、うん、斉藤さんが再出馬する時に不利になるからね。はい、そうです。で、それが多分出るかもしれないなと。で私の根拠はあれでね、総務省官僚も知ってたかのような態度だったってことですよ。はい、なるほど。うん、まあ、もちろん斉藤さんが所定のところで、公益通報のミスはあったと思うんだよね。はいはい、第三者委員会っていうの今頃開いてるっていうのは、それを取り戻したいっていうことね。はい、それとあと110委員会終わっちゃって、はい、それとあとね、私ね、ネットの上でね、はい、あそこの内容についてのね、はい、詳細なるね、はい、書き込み、一回見ちゃったんですよ。それで、それがね、はい、あれと思ってね、それで思わずスクショを取っといてよかったんだけど、あっという間に消えた。あ、そうなんですね。これも変だなと思った。へー。それで、それが、一般の人書き込みじゃないんだよな。おー。うん。あ、そうです。それで、そういう話を実は、総務省の方に当ててみたら、はい、否定をするどころか、はい、なんとなく肯定だったんだよなっていうのがありました。そういうことですか。はい、そうそう、じゃあ、それで潮目が変わる可能性もあるでしょう。だから、最近どうも、テレビの報道なんかも、あんまり多くなくなっちゃって、はい、なんとなく斉藤さんは仕事してたっていうのが多いんだよね。ちょっと出てきてるんですよ、出てきてるんだよね。話。これは、確かに間違いなくて、職員の天下りなんかを、規制を厳しくしたり、はい、庁舎の建て替えなんかをね、はい、ちょっと止めろとかいろいろ言ってね。はい、そういう話っていうのは職員のすごく反発を買うのは間違いないんだけどね。はい、そういうのが、業績として出てきてるわけよね。はい、教育の無償化みたいな話なんかも出てきてるのね。はい、おねだりのネタ切れになってて、はいはい、流れがちょっと変わってるっていうの、変わってきてるような気もするんだよね。そうするとその流れの中で、うん、今第三者委員会っていうのを開いてるからね、はいはい、そうするとその中から出てくる可能性があるんじゃないかなって気がしますよね。はいはい、よくネットとかで見るのは、公安利権にメスを入れたからだみたいな。そうね。でも私の直感はね、それあるかもしれないけれど、はい、この手の話って公安利権とかそういう話ってちょっと難しいんだよね。はい、普通の人は分かりにくい。分かりにくい、ね、うん、はい。そうすると、私が言ったようなスキャンダルスの話とかはるかに簡単なんで。確かに。で、だから、こういう時に、公安利権とか天下りの話って正直言って難しいんだよね。うん、普通の人に理解させるのは。はいはい、公安利権なんて言ったってさ、全然わかんない人わかんないもん。そうです、ね。でもさ、そのスキャンダルの話で誰でもわかるもん。はい。だから、多分、反撃に出る時には、あ、そう、うん、スキャンダルの話が出てるんじゃないかなって気がするんだけどね。今後の展開に注目ですね。自分の人